ばらく寝とけっての。ターボ、カイトだ。ああ、もうキャバレーの近くまで来てる。そっちは？店の前に着いた。杉浦も一緒だ。わかった。俺ももう少しだ。こっちだ。ターボ。見て、さっきのワゴンが止まってるでしょ。ああ、ここも恐霊界のアジトってことか。ああ、多分な。中にどんだけ人数いるかはお楽しみだ。もう行く準備はできてるか？ああ、いつでも行けるよ。あ、ねえ、作戦とかは？そんなのいらねえ。はあ？でも、中何人いるかわかんないんだよ。何人いてもやることは変わんねえってさ。ああ、今は作戦とかそういう気分じゃないんだ。なんで？わかんねえか。さっき目の前で真冬ちゃん殴られたからだろ。マジか。よし、行けや、ターボ。一番乗りはお前に譲ってやる。ああ、待てこら。貸し切りは言うとるやんけ。あ？お前、ヤガミ、たまりゃバケ。お前ら、真冬さらってこんなところに連れ込む気だったのか。うん？誰があいつをさらえって？村瀬か、それとも塩屋？なんやと？チンピラは引っ込んでろってこった。そうそう、やかし。ええやろ、上等や。楽には殺さんねえから。ワンテンポ遅れとるで。そんなんで笑い取れるもとの大間違いや。もっと真剣に踊らんかい。はい、アンドゥトラ、アンドゥトラ。何やってんだあいつら。どうも緊張感ない連中だね。お兄貴、ヤガミよ。
ったんかい。くそ、すっごいな。先行け、カボ。いや、でもいいから行けっつってんだろ。悪い、任せた。そいつを話せ、卑怯だぞ。誰が話すかっつーの。やめろ、撃つな。話せよ。銃刀法って知ってるか？
少しだ。これでよし。カイトさん、杉浦も無事だったか？当然。だから言ったろ。それじゃあ行くぞ。あんただったか、塩屋。正面から堂々やるやないか、八神。それに引き換えうちのボンクラどもは頭数だけでクソの足しにもならんの。お前ら今夜は何本指飛ばす気や。真冬をさらおうとしたな。おあと喧嘩の続きがしたいだけなら直接俺んとこに来ればよかった。何が狙いだ？ちーっと仕事を頼みたいんや、あんたらに。仕事頼むからにはどうやっても断れんようにしたろう思てな。あのお姉ちゃんに役に立ってもらいたかったわけや。バカだね。どうせうちは金さえもらえりゃ何だってやったのによ。おい、そんなことはないだろ。ただ真冬ちゃんが殴られた今となっちゃもういくら積まれようが無理ってもんだ。万が一ターボーが受けても俺が潰してやる。だから受けないって。おもろい連中やな。せやけどやっぱ先に喧嘩の白黒つけんと、なんや話が弾まんわ。ねえ。
よっしゃ、お前らやってるや。
Yeah!
後ろにいるあいつ、例の服部って記者じゃねえか？じゃあ、あのじいさんは？あの人に、こんなとこで会えるなんてね。あ？おう。お前らが矢上探偵事務所か。あのおじいちゃんが、前梶平グループ社員1万人のトップ梶平茂会長だよ。マジか。モグラによる新谷弁護士殺害、警察は矢上に疑いをかけ重要参考人であるという。現在と過去の事件が交錯する先端創薬センター、かつてその敷地を開発用地として大規模な再開発計画があった。計画を立てたのは関西のゼネコン梶平グループ会長梶平茂。
あのおじいちゃんが全梶平グループ社員1万人のトップ梶平茂会長だよ。マジか。そこの服部さんは知っとるな。あんたのことは八神さん、この人からいろいろ聞いとる。俺のこと？例えばあんたの弱みが何かとか。服部さんはよう知っとったで。よう、その弱みってのは真冬ちゃんのことか。八神さんの妹分言うとこか。あんたを吸いとるやろ。塩屋が真冬を狙ったのはあんたの指示だったんだな。わしもあんたらの腕を見とこう思ってな。何？けどもう協力会がそっちに手出すことはない。このわしが保証したろ。その代わりどうせ何か条件があるんだろう。一つ仕事頼まれてくれや。神室町の探偵として。空来た。今から1年前わしは厚労省のある土地でどでかい再開発を計画しとった。ああ、服部さんの書いた記事は見たよ。さすがやな。計画用地は医療システム産業開発機構の土地全部、神室町が3つ4つ楽に入る広さや。厚労省の風見大臣ともなしつけて、周りの土地も行さん安値で買い漁ってな。あとは早いとこ創薬センター他に潰れてもらうだけやった。けどそれを大人週末ほどわしは先が長ない。そこでつこたんが橋木いう男や。今送った写真の男がその橋木です。橋木は創薬センターの副所長でな。わしはそれを抱き込んでセンター閉鎖に向けてサボタージュをさせとった。サボタージュ？ああ、できる研究員は追い出したり、めぼしい研究はよそに情報を漏らしたり、ようやっとったで。あいつはそりゃまたあっぱれなゲス野郎で。じゃあ橋木はあんたのスパイだったわけだな。ああ、ところがや、ほとんど瀕死やった創薬センターがあれのおかげで一気に息を吹き返しよった。あれ？アドテックナインや。あの日を境に大臣もセンター存続に手のひら返し、木戸の側について再開発は白紙や。わしと橋木から容赦のはしご外しよった。その橋木は今どこに？死によった。え？半年前神室町で殴り殺されたんや。センターの副所長が殺された？今も犯人は見つかっとらん。警察は酔っ払い同士の喧嘩や言うて済ましとる。八神さん、あんたにはその事件を調べてほしいんや。わしは橋木は計画的にやられたんやと思うとる。計画的に殺されたって、そう考える根拠は？あいつはアドデックナインをまがいもんやと疑うとった。まがいもん？なんでだ？センター閉鎖の話が出た途端、急に画期的な新薬の論文発表や。タイミングが良すぎるやろが。橋木はアドデックナインに何やからくりがあるはずや言うてたで。そやからその裏を嗅ぎ回ってたんや、神室町で殺されるまでな。じゃあ例えば木戸あたりが橋木を殺したって言いたいわけ？ほんまにそうやったら今からでもセンターは閉鎖やな。再開発は仕切り直し、あの土地に突っ込んだわしの金が何倍にもなって帰ってくる。せやけどな、このままやったら千億がドブなんや。え、千億？わしらが神室町から引けん理由がそれよ。そら執念深くもなるか。
あの創薬センターには何や裏がある。新谷優弁護士もそこに近づいた途端やったやろ。めぐられたのが何かがあるんや、あのセンターには。もしそうならあんたかて調べずにはおられんはずやな、八神さん。そやからわしはあんたを選んだやで。この仕事他に頼めるやつはおらん。服部さん、あんたのおかげで真冬がさらわれるとこだった。なんか言うことはないのか。私もここへは梶平会長に無理やりさらわれてきたようなもんです。好きで八神さんのことを喋ったわけじゃありませんよ。それでも一言謝ったって良さそうなもんだ。ふざけたやつだ。それよりもうそろそろ行かない？ほら、厄介なのが目を覚ましそう。そうだな、すぐ出よう。ああ、創薬センターの副所長で橋木。そう、半年前に神室町で殺されたらしい。急で悪いけど星野君の方で事件の情報を集めといてくれるか。明日まで。ありがとう。ほんじゃ、まこの続きは明日源田事務所でだな。ああ。お疲れ。八神さん。ん？僕やっぱり八神さんと組んで正解だったよ。一気に梶平の会長まで出てきたからね。梶平の不正の調べもはかどりそう。俺の方もおかげで真冬が助かった。ありがとうな。じゃ、また用ができたら呼んで。